この横でお願いします。横上からは、うん、今日はこのコソ泥どもを洗いたいと思います。汚くて臭くて色が汚い、あ、言ったか、汚いので洗濯していこうと思います。止めてバカ野郎やこの横でね、全員じゃないんだけど、まあちょっと洗いにしこう、洗っていこうと思います。ねえ、誰もダメじゃん、このデブ。どうしたらいい？どうしたらいい、これ切り刻んだらいいじゃん。バカだ、バカを言うな。洗濯する意味ないだろ。どうしよう、どうしよう、これ洗わんでいいか、フォーム。でも洗わんかったらいいか。てか、どこ見えたんだ。あー、パブパブの顔見えた。顔じゃないし。いや、まあ、洗わんかったらいいか。もうこれダメ、これダメやもん、これほら入らんもん。私が今まで何があっても取ってきたこのタグを全部切らなければならない運びとなりました。パパと喧嘩したけど、これ切りたくないってだけど、なんかこれ切らないと洗濯したら洗濯機なんかぐちゃぐちゃになるから切れって言われて、ぶち切れそうだったけど、なんか切りました。あー、もうこんなゴミみたいなさ、大事にしてきたのにみんなから見たらただのゴミに見えるかもしれない。これさ、切らずにさ、いつもさ、みんなになんでタグ切らないのって聞かれるのめんどくさくてもさ、ちゃんと取ってきてたの。こうやってさ、ぬいぐるみにつけて、これありきのぬいぐるみなんだよ、ひよこからしたら。まあだけどなんか洗濯しないと汚ねえし、なんかやばいから、ちょっともう切りました。いやー、遅れちゃうの、助けて。当たってくんじゃねえ、ふざけんな。生き返ったようにびちょびちょ、くせ、うわー、こんな仕打ちなーなんて、そんなことなら現れない方がよかったよ。これ何時間こうやってさせられてさ、もう不祥事をいただきますよ。痛い、足が痛い、足が痛い。何しているんですか。そこで何してるんだ。くそ。ブリゴッチTV。